皆さんこんにちは、水木青の青色 TV、 イエーイ、始めました。今日はもうロンティーの季節ですね。むしろロンティーってずっと着れるからな、年中着れるよな。はい、ということでロンティーの着回しをやってみたので、ぜひ参考にしてみてください。それではどうぞ。一つ目はこんな感じです。一応ちょっとスポーティーに仕上げてます。で、ラインパンツ、もうこれは動きやすいからね、ラインパンツを履いて、その下に白のと長めの T シャツをあえて出して、大きめのロンティー、そして新しいワルミーの帽子、これめっちゃ可愛いな。一つ目はこんな感じでした。じゃあ次。はい、やっぱりデニムとロンティーって一番合うと思うし、まあこのワイドパンツとかも合うと思うし、短いパンツも合うと思うから、デニム一通りとしてこのタイトなスカートを選びました。まあ前だけインしたりしても可愛いし、ここにさらになんかアウター着たりしても可愛いと思うし、なんかピン留めで留めたりとか帽子かぶったりしても可愛いと思うし、これに、まあ、さっきのこういう帽子とかやと、なんか例えばインスタとかやったらイメージやけど、こんな感じとかで写真撮ったりもできるんちゃうかなと思ってこれにしました。はい、じゃあ次。じゃーん。はい、こんな感じの今時コーデをしてみました。やっぱりニットのパンツのグレーとかは持ってる人も多いと思うし、まあ、ニットパンツ自体が持ってる人多いと思うんで、ロンティー大きめに着たりしてこうやって着たりしても可愛いと思うし、最近多いのはこのロンティーを大きめに買って、ここベルトをしたりしてる人も多いから、そういう着方とかもあるんじゃないかなと思います。なんかちょっとこういう風に緩めの服を着てると、髪の毛とかも緩くせずちょっと上げたりして、こうおしゃれしてる方がいい感じになると思うんで、髪の毛はアップにしてみてね。じゃあ次。はい、じゃじゃーん。これが最後のコーデです。こんな感じのワイドパンツ、ワイドじゃないかこれ、ワイドかに合わせました。で、下は結構ガラガラしてるけど、この上がシンプルにワンポイントがあるんで、まあそういうのってな、合わせやすいし、こんな感じにしました。この組み合わせ結構可愛くない？ちなみにアップはこんな感じでーす。はい、帽子もキャスケットやったりとか、まあ帽子かぶったり、伊達メガネとかこれやったらしたりしても可愛いと思うし、なんかラフにね、ちょっとお春楽しもうみたいな時にいいんじゃないかなと思います。それでは失礼いたします。はい、ということで皆さん、どれさかこのロンティーワンポイントやしな、すごい着回せやすいし、ぜひみんなもワルミーリップスのロンティーチェックしてみてください。あとこの帽子も最近新作で出たみたいなので、チェックしてみてください。はい、ということでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それじゃあまたねー。